タイで設立された日本と同じカリキュラムの高専で第一期生の卒業式が行われました。22日に首都バンコクで卒業式を迎えたのは、日本の高専、高等専門学校と同じく5年間の一貫教育で、専門知識を持つ技術者を輩出する、その名も高専の第一期生20人です。卒業生はすでに日系企業への就職や大学進学が決まっていて、高度な技能人材を育てる場として注目されています。